あれ、ナナちゃんさんですか？違いますけど違いますけどどうも、ナナちゃんです。今日は二人にドッキリを仕掛けようということで、はいはい、スタッフの格好に変装しました。確かに、もう黒いパーカーと黒いマスク で、完全にスタッフです。結構わからないですか？いや、わかんないですね。これで徐々にね、チャックを下ろしていって、はい、いつ私だと気づくのか、ただのエロいお姉ちゃんがいるってなっただけかもしれないんですけど、はい、検証していきたいと思います。はい、頑張ります。じゃあ、はい、早速潜入していきましょうか。いきます。マジでバレたくない、次めっちゃ私行きます。見ていただきたい、ごめんください。頑張ります。すごいな、 AD 気取りしてます。問い合わせしてサムライの言うからしたんだ。なんか、これ転換がない。転換はい。どうぞ。ありがとうございました。
全国的にで力強くですね。大丈夫ですか。では全国的にで力強くですね。大丈夫ですか。はい、じゃあ回して。はい、じゃあ回して。では、美咲さんに向かってですね、力強くうなずいてください。増えてますね。怪しい。こちらもあのこの後笑顔の方を撮りましょう。笑顔でのお会いしましょう。お願いします。こんばんは。こんばんは。じゃあテストします。はい、はい、よーいスタート。でもあのって言ってるの、胸でセッティングしますので10分後、20分を目安に発声開始させてください。はい、はい、ちょっと次回はよし、みんなすごいね、ありがとう、ありがとう、ね、上手でしたよね、表情。あ、はい、すごい生きてる。すごい生きてる。これがいいかな。薄い顔の方がいい。面白くあの、もうちょっと年配の方がいいんじゃないですか。私でもまあ、年配って45以上は年配なんですか。六本木に移動してたからな。そこにまだ品川病院科の世良先生がまだ来たって混じってたんや。そこでこけた時にあのおっぱいおかしいな。わざとこけたよね、あれね。気づいたけど何をやってんのかな。なんか企画なんかな。これどういう企画？美咲さんに一応仕掛けていまして、今、本当は。はい。ちょっと、美咲さん、だいぶ前に気づいてたんじゃん。本当ですか？どこで、僕、どこで気づいたのかな。え、でも、それどころじゃなかったんで。表情作らないといけなかったんで。そうですね。アドバイスとか、なんか、この後美咲さんに。バレてると思うけどね。バレてるかな。でも、めちゃくちゃ目が合います。先生全く見合わなかったんですけど。確かにそうです、うん、僕でもこの複眼の方で見てたから。僕で 5m 以内に巨乳が近づいたら分かるから。5メートル以内に巨乳が近づいたら分かるから。ここでピッてレーダーがパンって当たるから。怪しい。気づいたんですね、麻生先生。そうそうそう。もう動画したら撮れるかな。いや、そうしましょうか、ね。美咲さん、パーカー開けない時から気づいてた気がする。はい、大丈夫。それに…うわっ。うわっ。なぁ。絶対気づいてましたよね。いや、気づいてなかった。あんまり気づいてなかった。本当ですか。うん、結構こけたり、水落としたり。まあ、してましたね。あ、俺は気づいても分かんなかった。え、もっと続ければよかった。よっぽど歌がいるんだなって思わなかったし。確か違う人、そうですね。こけてます。はい、悔しい。まあ、全然分かんなかったですね。本当ですか。うん、結構揺らしたりね、後ろに入ったりしました。確かに最初の思ってたんですけど。え、分かんなかった。水も最初に私に行きましたもん。見てなかったし。気にしてなかった。悔しい、うん。じゃあちょっとリベンジさせてください。リベンジしてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうして悔しい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、美咲さんの。
はい、気づいてるかなって不安ありつつ、気づいてるならいいやと思ってこけたりしたんですけど、全く気づいてなかったみたいでもっとなんか今度はね、派手に、なんならもう水着で歩くぐらいのレベルでなんか仕掛けたいですね。はい、次回はじゃあ派手に一曲踊っちゃえばいいですか。阿藤先生気づいてました。気づいてたらしいですね。阿藤先生気づいてないと思ってました。あんまりこっち見てなかったですね。そうですよね、意外な結果ですね。めちゃくちゃ悔しいです。悔しさを糧に、糧にちょっと頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。